はい皆さんこんにちはチャイムアウトレッスンセブン体育の先生ですね、えー、私佐藤拓也が演じさせていただいておりますはい、えー、チャイムアウトのお仕事が来た時どう思いましたかねえ先生、えー、しかも体育の先生でしょ来たなって感じしましたね、えー、あの一番安心したのはあの英語の先生じゃなくてよかったですね、えー、きっと それはそれはあの上手に英語を喋れなきゃいけないんだろうなっていう <laughs> あの思いがあったんではい体育の先生でよかったです、えー、ただちょっと体育の先生憧れてたんでやれてうれしいですね嬉しかったですありがとうございますはいで、えー、続きましてはチャイムアウトはあー先生と生徒の学園ラブコメですが学園生活の中で憧れるシチュエーションありますか憧れるシチュエーションそうっすねベタですけどあの放課後にね あのー、体育倉庫の裏に呼び出されるとか、あ生徒にですよ、えーえー、とか、あとはそうねあの修学旅行はないし、えー、林間学校での公害の活動での何かしらのこう何あの事件事件 <laughs> 事件って言っていいのか分かんないけどねならではのなんかこの、ね、エピソードってあるじゃないですか、えー、そういうのって憧れますよね。ははい、はい、はいい えネタバレしない程度に聞きどころそうっすねえー、ネタバレしない程度にか、えー、あ,あ言っときますよあの勇、ー、先生ね結構心の中がにぎやかな人なのでボリュームをちょっとヘッドウのボリュームをちょっと気をつけてもらえるといいかな <laughs> はい、えー、あの非常に演じてて楽しい人だったんで、えーあのー、つい声が大きくなってしまいました、えー、聞きどころになるかよくわかりませんが、えー、楽しい学園ライフをお送りください。では。